丈夫だから。割安椅子だぜ、あんまり乗ったらこけます。トラクレッソじゃありません。女が強いから乗り手さんも強い。パッカ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 、前向きにする。3、2、1。それだけでも決めていかれるといいかなーって、まずは、うん、でも今までそんなこと考える余裕もなかったよ。だから少しずつ余裕で決めてきたところで、少しずつやればいいから。楽しかったですか？固まってる。汗いっぱいかいてやっぱりこういう行事があると。ねえ、どこ行くの？うん、行くかね、うん、どこ行こう。ストレス発散されていいと思いますね。ママどこ行く？どこ行ってます？やはり子どもさんたちが十分なこう遊びが日頃できない狭い部屋にこう閉じ込められてるっていう、そのあたりでストレスになって、それを見てるお母さんたちがよりストレスになってこうイライラして、ついつい怒らなくてもいいところまでこう怒ってしまうっていうような、そういう関係の中にいる中で、それを少しでもこう解消させてあげたらいいなということで、遊びの場を提供しているっていうところですね。あとはお母さんたちが、同時に子どもたちが前のように元気に遊んでる姿を見て、お母さんたちもこう安心できる。そしてお母さん同士がこう同じような体験を、困っていることをこう愚痴り合って語り合うことで、少しこうストレスが少なくなるっていうところにあると思います。そうですね、やはりまだまだこう先が見えない、自分がどこで安住の地を得ていくかっていうところがまだ定まらない。自分がその最初の爆発の時に内部被爆してるんじゃないかっていう思いから、多分上げられないっていうことでストップされてると思うんですけども、でもちょっとこうね、母乳っていうか母親のおっぱいを吸うことによる母子の関係が構築されていく段階を考えると、そこは少しこう歪んだ形になってしまうかなっていう心配があるんですね。長い長期的にこう継続できたらいいのかなっていうふうには思いますよね。多分長引くだろうっていうふうに私たちも思ってますので、最初のうち避難所回ってお声を聞いてた頃よりも、どんどんやっぱり少しこう生活のこととか、避難がどの辺でこう仮の住まいをするかなっていうあたりが見え始まったあたりでの不安っていうのとか不満とかがたくさん出てき始まってますね。なのでより具体化してきてるので、その辺はこれからもっともっと、いろんなことの不満不安、あとはストレス、そういうのが出てくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。少しでもこうストレスを少なくしていただきたいなっていう不安をなくなりはしないので、やはり少しでもこう軽減させてあげられたらいいなっていうところですかね。おー